ちょっとこのクローゼットなんか荷物置き場みたいになってへん？ちゃんと片付けた方がええでこれ。もうだらしない。で、あれ？なんか見たことある透明の壁ができとる。え、これってあれちゃうん？飛んだらチュールもらえる？で、あれ？いや、せっこあのおっさん。何一人で先行っとんねん。てか、なんでこんな場所で？いつも2階の廊下とかでやってたんちゃうん？まあ別にかめへんけど。いや、しかし舐められたもんやな、僕らも。何回もやっとんねんから、こんなん引っかかるわけあらへんし。ほいっとな、ぬるすぎるわ。ほら、舐めんでも飛んだるわ、こんなもん。てか、飛んでんからチュールちょうだいよ、チュール。いや、ちょっと奥さん、もう2回も飛んだで。なあ、チュールは？ご褒美のチュールあるんちゃうの？あ、こっち先よか、高なっとんな。これ飛んだらもらえるんかな、チュール。ほいっと、余裕すぎてへえ出るわ。よし、さすがにこんだけ飛んだらチュールもらえるやろ。グーの音も出えへんぐらい見事なジャンプやったし。なんてか、まだかな、チュール。あれ、おかしいな。いつもの感じやとそろそろアホみたいな顔してチュール持ってきよるはずやねんけど、なんでや。ゲージしたのにチュールもらえへんとか、オレオレ詐欺よか悪質すぎるやろ。てか、ちょっと待って。もしかしてこれって、なんかゲーしたらチュールもらえるやつとちゃうの？え、そんなパターンあんの？え、今日はゲーしたらチュールあげるなんて一言も言うてない。いや、今までも声に出して言うたことなんか一回もあらへんがな。いや、てか、ほら、何してんの今日は。何もくれへんのに壁にラップつけるってただの嫌がらせですやん。わー、騙された。てか師匠に騙された。師匠がいきなりジャンプしだしたから絶対いつものやつや思ってもうたし。おい、こら師匠、君ちゃんと責任取ってくれんねやろな。え、なんか喋れや。あれ、なんか終わったっぽいけど。え、なんやこれ。こんなとこにラップで壁作って一体何がしたんや。やっぱただの嫌がらせか。あ、わかったぞ。脱出ゲームやな。本中から脱出できたらええんやろ。あー、ほいっと。ちょっと奥さん脱出できたでーって。あれ、奥さんおれへん。あいつ夜逃げしよった。え、どういうこと？最後まで見てくれてありがとうな。チャンネル登録とグッドボタンも押してくれたら僕めっちゃ嬉しいけどなー。